らせ、え、開かなかったな。ああ、早く、ここを出よう。なんて言ったらいいか、自分でもわからないんだ。やばいよな。ダークよ、ダークサイド寄りになって、あ、予定通りに行ったかね。警告はしたはず。びっくりした、急に現れたな。俺に構うな。お前に構うな。自分の身を守る術も持たない迷い子ごときが。まさか。もういい、終わりにしろ。お前は誰なんだ。確かに誰。お、え、変態。タロン・マリカス。タロン・マコ、え、元ジェダイ。え、ジェダイ。お前と同じ。ジェダイ感ないっすよ。我々はよく似ている。どうかな。お、あ、でも共に粛清を生き残った。はい、そうやね。兵士たちに裏切られ、彼らをこの手で切り裂く。ライトセーバーも飛ぶか。あれはライトセーバーか。今は日本もっと。ここの闇に私は飲まれかけた。あ、飲まれとんちゃん。真っ黒だって。だが打ち勝ったのだ。マジ？師匠的な感じ？ナイトブラザーをじゃないよな。そうだ。あ、めっちゃやっとんやん。打ち勝てないやん。あの万国どもは力にしか従わない。わかるだろう、フォースは。最も強力な味方だ。お前は私欲のためにフォースを使っている。そうやな。ジェダイの理念に反する行為。今は暗黒の時代だ。ダークジェダイ滅ぼされてしまう。力を合わせなければ。お前の助けはいらない。半身の服はかっこいいな。その壊れたライトセーバーは、はい、そうは言っていないぞ。中で見たのだろう。違うか。恐ろしい何か。ラソミアは恐ろしい場所ばかりだぞ。なんかフォースアンリーシュドもこういう人おった気するな。あの人はいい人だったけど。家族になれ。家族になろうよ。お前にあの力の使い方を教えてやろう。いや、いや、絶対あかんでしょ。あ、でもフォースライトニング教えてくれるん。え、だったら検討したいっす。お前に力の使い方を教えてやる。聞いたことあるわね、マリコス。シスターメリン、お前が口を出すことではない。メリン、長いことお前はジェダイが私の姉妹たちを虐殺したと言ってた。いや、ジェダイじゃないっすよ。そこにジェダイがいる。グリーバスとドゥークっすよ。そいつを家族に迎えるつもり。始末しろと言ったはずだ。だがお前は力が足りなかった。力？狂っているわ、マリコス。せやな。ダソミアの闇に飲み込まれた。私は信じる相手を間違え、ナイトブラザーたちをお前に預けてしまった。ああ、ジェダイとは違う。ダソミアのナイトシスターは仲間を裏切らない。せやな。私たちの絆は永遠だ。マザータルジンも身内に激甘やしな。そうよ、お前の周りにその墓がある。やばいってか、ゾンビじゃない。ここはまずい。シュソラデニテロリオリエイ。やばいって、なんかいっぱい抜けていっきょ。愚か者が、お前に力は扱いきれない。共に学ぶがいい。一人のナイトシスターを敵に回せば全員が敵になると思う。やべやべやべ、助け目多すぎんかってか、あれすればないやん思ったけど。なんで俺ばっか追いかけてくるんですか。今でも逃げるしかないやろ。さすが、うわ、めっちゃおる。やべやべ、丸ボタンじゃなかった。あ、ナイス、ありがとうブラザー。 Thank you brother。 怖いな、後ろからフォースでやるか。なんでこうやって吹き飛ばして。しかもどうしようどうしようどうしよう。おお、
あーっと、危ねえ。じゃあ、グリスに離陸を準備させてくれ。何があったの？ナイトシスターが死者を呼び出した。追われてる。おいおいおい、そいつら連れてくるのか？船長、離陸の準備を。お願いします。いや、そうですかね。あぶねえ、こっちか。ふう。おお、あぶねえ、あぶねえ。ちょっと急いでくれ。そのちょっと小走りみたいなのやめてくれ。もうこっち急いでんだよ。え、外にもおるやん。急いで急いで。船を出すんだ。うわ、めっちゃ向き取る。ぶら下がっと。何をしたんだ。死んだ魔女どもが船に群がってきたぞ。ワールドウォー Z の時みたいになっとんだよ。おお、あー、落ちてた。何があったの。霊廟は見つけた。いや、それどころじゃなかったよ。マスターのものね。めっちゃ改造したけど。マスター・タンパルカ、死んだ日のこと、俺の過ちを。カル、もう壊れてしまった。救えなかったんだ。カル、あなたは子供だった。違う、俺にもっと力と勇気があれば。いや、カルって今何歳な。ちゃんと学んでいれば助けられたんだ。分かってる。あの背丈の時に、私が帝国から逃れた時にあったことを話しておくべき、ね、マスター死んで、そっからずっと一人ってことやな。きついな。またトリラに会ったの。5年って言ったしな。でも彼女の目を見た時、私は罪を理解させられた。 10歳ぐらいしか見えんかった。尋問官になっていたの。そして私は我を失った。力を抑えられなくなった。手を伸ばしたのよ、ダークサイドに。あ、こっちもか。そして全員殺した。え、一人残らずよ、彼女以外。ああ、そして長いこと自分を許すことができなかった。廃人同然、怒りはどんどん溢れてきて、目をそらそうとしても自分からは決して逃げられない、うん、だから死ぬことだけを考えてた。そんな時ホロクロンのことを知った。まだ未来はあるかもしれないというわずかな希望、自分たちにできる何か。立って。あなたのマスターの最後は変えられないように、私のしたことも変えられない。過ぎたことよ。でもカル、あなたは選ばなければならない。せやな。ここから始めなさい。どうするん。新しいライトセーバー。お、作るん。作るのよ。作れるん。マスターの鍵。イラム、どこイラムって。うわ、なんか雪の惑星や。カル、試練が待っているわ。ああ、大丈夫だ。もっと大きな意味よ。ジェダイは誰もがダークサイドに誘われる。うん。それに屈するのは簡単よ。まあ、あなたもそれと戦い続けてる。うん。フォースとの絆を絶った後でも。誰もがそうなのよ。けどそれが試練なの。戦いを諦めないことで自分が何者か分かるの。
あ、二つ合わせるんかな。俺もずっとそれが知りたかった。じゃあダブルでなくなるんかな。前に来てから随分経つわね。多くのジェダイがカイバークリスタルを探してイラムを落とせたわ。あ、イラムってそういうとこなんじゃ。知ってる、はいはい、マスターヨーダが導くのは入り口まで、その先は自分一人。あ、イラムってあこだったっけ。それでも決して楽ではなかった。オンホス出とったとこってイラムだったっけ。名前忘れたな。全てまかないで。もう一回見るしかねえな。ボックス持ってほしい。気づくことが訓練かもね。全ては把握できない。最終的には自分だけしか信じることができないのよ。ちょっと俺 花だけ植えてから植えてから行きますわ。大きくなったな。おお、私種植えた。こんなもんじゃない、多分。グリーズライトセーバーがここで。わからないね。どうやってるのか知らないが、お前に関して分かったことがある。お前は仕事をやり遂げてくれるもんね。そうか。いや、俺の命をかけてもいいと言いたいくらいだ。一応ね。あんたはよく負けてるぞ。まあ確かにそうだが、俺は自分の選択を信じてる。だからお前にかけてるんだ、カール。ありがとう。勝てるよう努力する。グリードも結構好きやな。外に出た。おい、からかってるのか。ん、ラテルスは寒さに弱いんだ。待ってくれ。まあちょっとだけ話してるか。フォースと共にあれ。了解。いつものやつ。うわ、すげえな。すげえ。すごいすごい寒そう。今の季節にぴったりや、この場所は。どっちか行ってんだ。でも二手に分かれとる。ちょっとこっちはなんだ。ジェダイの寺院だ。ジェダイ寺院。久しぶりだけど、まあ覚えてる。ジェダイになる子供が必ず来た場所だ。なるほど。あの頃。こっちはなんなん逆に。おお、これがあるんか。読み取ろう。フォースエッセンス。子供たち、ヤザリングはもうすぐ自分たちの力をうまく使いこなす。マスターオーバーネバノッシ。あ、危ない。よし、よし。オーバーネバーノッシって誰？あ、ここでじゃあエコーとか読み取れるんは、あれか、ジェダイ関連のものってことになるんかな。だったらヨーダとかもありそうやな。どっちだ？こっちはなんかある？うわ、やべえ、風が強い。吹雪やな。やべ、あっちは行けないか。そうだね、崖っぽいな。あ、崖っぽい。では勝手になんか上に羽織っとんな。いやー、寒そう。おう、普通にこっちでいいんかな。うわー、すげえ。そこを通るみたいだ。やクロンウォーズ。どこって、こっちか。いや、でも違うかな。なんか違う気がしてきたな。見る？こんな吹雪は初めてだ。
わあ、どんどん何か繋がってる気がする。え、いいっていいんかな。え、ちょっと待ってくれ。あ、違うかった。くそ、こっちか。え、この上これ、え、どういうこと、どういうこと。ここじゃなくて、ここだから、今わしゃがおるところで、この上じゃよな。あ、くそ。いや、もう いけるタイプの風かと思ったんですよ。これまでブーストで飛んでった覚えがあるからと思った。これか。なんかこういう色の雨ある気がする。か、いや、なんでもない。よいしょ。このまま上じゃない、こっちか。ここは？あ、ここから入るんじゃん。え、じゃ上もなんか、あ、まあ今はいいか。さっきこっち行くか。ん？確認してみよう。何これ？こっちじゃなくて、はあ、え、やらんとこいけるな。いや、これっぽいけどな。あ、はいはいはい、なんとなくわかった。これで引っ張ってきて、ここに引っ掛けるんか。 OK。 お、なんか光ってない？日光か、ただの。前はもっと美しかったの。暖かいな。年月が経っとったのなんだろうな。で、こっちか。よし。あ、なんかある。どっち行くんだろう。あっちっぽいから、こっちかでいいか。あ、なんかあるわ。おお、光が。ここは覚えてる。マスターヨーダが扉を溶かしてくれた。これどうしたんや。クリスタルでだ。光を通し熱を伝えた。俺たちもできるはず。あれをどうにかする感じかな、多分。ちょっとこっち行くか、先。せっかちだった、俺。ん？なんかある？なんだこの機械は。クリスタル。ヒントもらおうぜ。クリスタルは光の熱を増幅。クリスタルを正しく配置し、滝の向こうの窓を開ければいい。これを？で、あんまこっち来る意味なかった？もしかして。クリスタルやから、あれ、あ、これ下行けるんか。普通に了解了解。そうなった話は別や。ちょっと待って、何がある。まず、ああ、ここのあれが一番重要なんだと思った。これ多分ここやろうな、多分やけど。めっちゃ動くやんお前。ここも開けると。あ、そうか、セイバーがないんか。なんかある。光を入れるには窓に戻らないと。なんこれ。ああ、ジェダイのあれや。氷の壁が邪魔だ。壁。どうした、どうした。クリスタルは光の熱を増幅する。
クリスタルを正しく配置し、滝の向こうの窓を開ける。ジェダイの仕掛け。こう開けるから。こうじゃない。こうじゃないか。よし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 。よし。よし。で、とりあえずこっち行くと。ああ、これはどうしていいんだろう、これは。こいつはなんか使い道ある？ないか、これは。これ多分戻る用の道だったよな、こっちに。リンは今理解した。これどっかつけときたいけどな。どこにもないから、これ多分まっすぐ行くやつだと思うから。これはいらないくて。あー、そうなんかな。でって感じか。OK。理解した。で、まず。よし。で、こっち行きます。んで、こっちを引っ張って、これ引っ張る。で、多分、ここに固定するんかな。固定しといて、で、こっち戻って、で、上行って、これかな、多分。あれ、違う？ちょっと、あ、これで、あれな気がする。この状態で、バーンして、じゃない？もしかして。ちょっと戻ろう。これで、あれか。よいしょ。戻ってきて、こうするみたいな感じか。お、来たね。ほんで多分溶けるんじゃない。おー、溶けよう溶けよう溶けよう。 OK かな。 OK。 よいしょー。ふう、やっといけたぜ。なんかあるな。エコーか。じゃあエコーじゃなかった、休むとこや。よし、行こう。んで、ここはもうドボンシーン。おお、めちゃくちゃ綺麗や。おお、なんかあるやん。なんこれ、海底火山みたいになる。スキャン。何あれ。確認する。無理に会話せんでええぞ。あいで、しびれた足が。この揺れる完全洗濯機や。ティバナ。いいね。スターウォーズ世界の燃料だったっけ、ティバナって。あいてて、めっちゃ足しびれと。いでいでいで。いで、こっちはないか。あっち行ってみるか。よし。バツだったっけ、登るんは。よー、こっち正しい道っぽいな、なんか。あっぽいな、ちょっとごめんなさい、あっち行ってみまーす。行けるとこ行きましょう。ここは何だい？何がある？こっちは。あ、あるやん。行こう。道はそれぞれに異なるぞ。怒りの感情には注意するんだ。マスター、オーバーネバの死ねきた。え？とんでもない声出すやん、お前。
よし、じゃあこっち行きましょうか。水中からは熱が伝わってくるけど、ここは凍えるな。めっちゃ寒そう。クリスタルの洞窟。俺を呼んでる。きっと近いぞ。お？カイバークリスタルが選ぶんだ。俺たちじゃなく。ああ、一緒だな。お。びっくりした。なしだした。ん？何この岩？こっちか。大したことない。大丈夫だ。え、どうなってこれ。どうなってんだ。え、あ、合ってる？あとんか。崩れるな。おお、怖え。まあ、崩れそうやん。ん？何か見つけたな。あ、さっきの岩みたいな感じか。おぶね。滑、ここは滑るぞ。おお、突撃してもらった。危ない。うわわわわわわ。やばかった。今のやばかった。呼びかけが強くなってる。急ごう。光ってんな、ここ。見る？あ、こもんなくなった。あ、見る。亡霊に囲まれてる気分だ。え？いや、大丈夫じゃない。ここは辛いよ。助かるよ。あれかな、ジェダイとか来とったけんかな。いや、でもここでな、この見つけた子供も死んだ、死んだんかな。死んだっていうか。あ、こっちから行けないんじゃないのか。こっちかな。辛いな、そう考えたら。こっちからも行けないね。こっちか。ブルーオブドロイド。どうやって追ってきた？よし。いや、聞いてないね。半分ならないや。てか、追ってきたん？情報が漏れたってこと？どっかから。やばいやばい、ホースだ。シア、問題が起きた。洞窟に偵察ドロイドがいる。追跡装置がついてるはずないわ。けど、通信に割り込まれたこともあったわね。船の中を調べるわ。俺も、クリスタルを見つけてすぐ戻る。あなたが一番危険よ。無茶なことはしないでおいて。あ、無理か。くそー。めっちゃ無理やりいけそうだったのにな。いや、無理やりいかんでいい、いい感じがしてきた。え、あ、いけていけて。おお、いや、無理やりいかんでよかったわ。うわあ、おっと、危ない。よし。ああ、普通に来れるとこだったんか、ここ。ライフエッセン。最後にどこで見かけた？何を？洞窟の中に行きました。声はするけど見つからなくて。行方不明の子供たち。